再現した7つのエリアで構成されてるの。どの川も聞いたことのある名前ばかりだから、見に行くのが楽しみになっちゃうな。へえ、アジアで初か。そう聞くとすごいところに来たんだって気持ちが湧くね。ピカッチ、あのアザラシみたいな生き物かわいい。なんて名前かな。あそこに書いてない。MANATEE、 マナティって読むのかな。マナティだから。ちゃんとエリアガイドも書いてあるよ。私さっき説明しなかった？どうだったっけ。あんまり聞いてなかったかも。ごめんごめん。もうパンフレットの話も全然聞いてなかったでしょ。だってこんなに綺麗なんだもん。夢中になっちゃう。まあまあ、沙織、落ち着いて。二人は二人でちゃんと楽しんでるんだからいいんじゃないかな。私は沙織の話に興味があるからちゃんと聞くし。パーク内で何かイベントとかはないの？リカとマリカのお気に入り、マナティの餌やり体験ツアーとかあるみたいだけど。餌をあげられるの？やりたい。ほら、こうなるでしょ。だから情報をキャッチするのは大事なの。でも餌やりは今だと時間が合わなさそうなんだよね。どこかで時間を潰さないと。ボートに乗りに行くのがいいかもね。ゆったり火星エリアを見られるし、休憩もできそうだよ。あ、それいいね。ボートってあれでしょ、ジェットコースターみたいなコースで、下り坂の後に水がバシャーンってなって、みんなでずぶ濡れになるんでしょ。それは違うかな。ここはそういうパークじゃないから。マリカもみんなと濡れたかった。本当パリピだよね。私は濡れるのはちょっと。とりあえずそのボートに乗りに行ってみようか。マーライオン公園を歩いてたあたりから全然休んでないし、いい休憩になる。